ファインセラミックスセンター、一般財団法人ファインセラミックスセンターは、ファインセラミックスに関する研究、試験、評価を行う、我が国唯一の公益法人の試験研究所として、1985年5月に設立された。そして、2002年に試験研究所は、材料技術研究所に故障を変更し、研究開発を主体とした COE を目指す、 研究機関となった。さらに2007年には2つ目の研究所としてナノ構造研究所を新設した。ナノ構造研究所の研究分野を世界トップレベルの透過型電子顕微鏡、ホログラフィー電子顕微鏡、及び環境制御型電子顕微鏡を駆使した微構造解析技術と第一原理計算を主とする計算材料設計技術に特化し特徴のある 新しい研究所としてスタートさせた。JFCC 全体としては、材料技術研究所とナノ構造研究所とのコラボによって、先進的点による微構造解析、理論計算による材料設計そして、ナノ材料プロセスを中心とする先進プロセス開発を実施することにより、基盤研究成果を着実に、材料イノベーションのソリューションに結びつけるための、 研究開発を行うことを基本コンセプトとした。JFCC の事業理念は常に技術を利用する側の立場に立つである。そのため応用先を見据え、基礎のしっかりした世の中に役立つ研究開発を行うことが一番大切なことだと考えている。現在、研究開発事業を中心に技術基盤整備事業、中小企業振興事業、普及啓発事業、 国際交流事業の5つの事業に取り組んでいる。ありがとうございます。